こんにちは、こんばんは。です。今回ですね、話す内容はですね、土日ですね、休みがありまして、で、土曜日は、まあ、彼女の方とデートをと言っても、まあ、ジャスコ買い物行って、ジャスコに買い物行って、家電品だとか、家具とかですね、まあ、いろんなものを見てですね、まあ、ウィンドショッピングと言いますか、そういう内容で、特に、店とかは、レストランね、レストランとか店は行ってないんですよね。で、ちょっとで、ね、午前中俺が用事があって、午後から、会うという形をしたので、まあ、ジャスコ行って、ドライブして、珍しく彼女の車で動きました。で、家でね、彼女の家で、まあ、手料理をですね、いただきまして、夕飯をしてという、そしてまあね、まあ、ちょめちょめということで、相変わらず元気なので、させていただきましたと。いう感じですね。で、彼女のまあ料理とかね、そういうのは、まあ、動画とか写真とかって、ね、ちょっと NG なんですよ。まあ、実際作ってはいただいておるんですが、まあそういう、まあちょっといろんなことがあって SNS も嫌いだよみたいになってしまったので、まあちょっとそれはね、もうやらないという約束なので、まあたまに声とかね、入ってますけど、それはもうしょうがないということなので、撮るときは撮るよと言ってくれという話なので、まあ撮って、で、まあ、そして、過去のね、動画とか見ていただければわかるように、たまに声が入ってたりするのは、まあ、そういうところですね。で、ですね、話をね、ちょっと戻しますけれども、そして日曜日はですね、東京都内のね、23区の方に、自分の親族のですね、墓があって、まあ、我々、その、なんていうかな、俺の、血筋といいますか、そちらの方は、まあ、某、江戸城とかは、その辺からはですね、城内で働いていた人間という、まあ何かしらの血縁とかがあったりということで、由緒正しい感じのところではあるんですけども、まあひいおじいさんの方から、その辺が散財をしてしまって、その裕福な状況から、まあちょっと一変してしまったというオチがあったりするんですが、墓がですね、親族の墓がですね、我々先祖代々の墓が、そこの23区にあります。そして、まあ、そこへ行って、この間、親戚のおばさんの方がですね、亡くなってしまったので、で、そこの残された息子と娘さん、まあ、40代ですね、2人とも。その方が喪主となり、そして、まあ、両親はもう亡くなっ、これで両方亡くなってしまったんですけれども、で、そこのね、我々のその血筋の代々、檀家になっている、寺があるんですけども、そちらのお寺さんで、納骨をですね、しました。骨をですね、骨を墓に入れるという行為ですね、形を、それをやりまして、で、その時に、お坊さんの方からですね、仏教の寺なので、お坊さんの方から、言葉を、まあ、いただいて、ああ、なるほどなと。いうふうに思ったことがありまして、人間の三大煩悩っていうのが、あって、まあ、仏教が2600年前にこちら日本に伝わる、仏教が始まって、2600年経つと。で、そして、日本に伝わったのは多分聖徳太子とかそのくらいの、時代だったのかなと。まあ、その話は、余談はいいとして、じゃあその三大煩悩っていうのは一体何ぞやということで、よく、まあ、これね、皆さんが、まあ、怒ったりとかですね、妬んだりとか、僻んだりとかっていうことで、そういう人間の負の感情っていうのはよくあると思うんですけども、これ思い返してみると当てはまると思うんですよ。で、三大煩悩って何かと言ったら、欲と怒りと妬みですね。欲というのは、まあ、何々がね、自分の思い通りになってほしいとかですね、こうしたい、ああしたいとか。で、それによって自分の思い通りにならないと、怒りに変わるわけですね。なんで思い通りにならないんだみたいなね。思い通りになってくれないと人間は不快に感じてしまう。だけど、その怒りというものを普通はコントロールできるんですけど、できない人間っていうのが、ね、やっぱりいまして、そうなってくると、その怒りに身を任せると。いう形で、だから三大煩悩の中の最初のまず欲求ですね、望むこと、欲求なんで望むではないね、欲求だよね、欲望とか、
そういうものですね。欲望、そして怒り、そして妬み、嫉妬ですね。誰かがやっぱり金持ちになってて羨ましいとかですね。誰々には可愛い、綺麗な美人な奥さんがいて羨ましいとか。あとは、ね、なんか彼だけは出世して同期だったね。自分よりも彼が出世して自分の方が出世できないっていうので、妬むというね、その三大煩悩っていうのがありまして、それをなんかこうね、収めると言いますか。まあ、煩悩の数って108っていうのがあると思うんですけども、代表的な三大煩悩っていうのはそこに集約されると。だから一番それ人間が、すべての人間が必ずこれ持っているもの。で、それをコントロールできるかできないかっていうので、その人の性格というか、その考え方が違ってくるというところではあるんですね。で、いつまでも誰かに対してなんかしつこく妬んだりとかですね、怒りを覚えたりとか、そういうのは、まあ、その三大煩悩の、それを抑えきれてない。だから人間的に未発達、未成熟な人間が大体こういうふうになっていくということですね。まあ、まさに某迷惑婚活系 YouTuber のド M マンってやつがまさにこれが当てはまると思うんですけども、本当にバカですよね。本当に頭の悪い人間っていうのはこういうふうに、欲望だけがもうね、人よりも大きく、そして自分の思い通りにいかないからもう怒りを感じて、そして誰かに対して嫉妬をする、自分ないものを持ってるとかですね、自分にはできてないことが他人にはできてしまっていると。まさにもう、やつのそのままの通りなんですけども、まあだから、ね、人間的に未成熟と言いますか、もう、なんていうんですかね、もう多分ね、精神的におかしいんでしょうね。基本的に、まあ、狂ってるので、何を言っても、無駄だということで、まあ、対談だとかいろいろ期待されてる方もいたんですけれども、まともな人間となら対談はできるんですよ。だけど、まともじゃない人間ばかりが、なぜか俺に対して負の感情を持ってくる方が多いんですね。だから、まあ、なんか、ひどいなと。まあ、そういった、なんか、まあ、チャンネルね、こういう配信者の質イコールその視聴者っていうのも、ね、あるんですけど、まあ俺の動画にも、まあ、多少責任はあるのかなとは思うんですが、まあそれに対して、ああだこうだっていう意味のない怒りとかですね、妬みとかそういう負の感情を抱き続ける人間っていうのが、まあ何人かね、いらっしゃるんですけども、まあそれだったら見なきゃいいじゃん、関わんなきゃいいじゃんとか思うんですが、まあなんかほっとけないんだかよくわかりませんけども、そして、何かしら、自分より成功しているっていうか、まあ、上に行ってるというふうに感じるから、それに対して妬んだりとかですね、僻んだりっていうことをやるんで、なんか自分を勝手に下に見てしまって、そして勝手に怒りを覚えてとかですね。で、なんか事実じゃないことを言ったりなんだして、一生懸命その人間を陥れようと。ね、するというね、下げようとするんですけども、でも結局嘘をついてるのは自分自身なわけだから、下げるどころか自分が下がっちゃってることに気づいてないっていうね、本当に頭の悪い、人間が何人かいらっしゃるんですけども、バカだなというふうに、だって利口な人間はそんなことしないでしょ。どうでもいい人間に対していつまでも必要に怒りをね、覚えたりとかですね、なんかしつこく追い回したりとかですね、あいつは逃げたとかっていう形でね、なんか言ってるやつがいるんですけども、なんかもうお門違いであるし、相手にされてないことを分かってないんですよ。相手にされてない、振り向かないから怒ってるというね、わけのわからない、振られた、勝手に告白して勝手に振られてる感情なんです。で、一人で振られちゃって怒ってるみたいなね、もうまさに、なんか本末転倒っていう言葉が、バッチリ当てはまるのと、そして頭の悪い人間がそういうふうに一番そういうふうに感じるということですね。もう利口な人間はそんなことしませんから、そういう時間の無駄だとか、時間の無駄、そして自分に対してプラスにならないことに関して一生懸命ならないですから、ね、そんなことやったところで何かが良くなるわけじゃないですし、そのね、人間たちが、誰かいい良縁に恵まれていい相手ができるなんていうこともありませんので、だからもともとそうやって頭の悪い人間が、そういうふうな負の感情を抱き続けて執拗に相手を追い回すと、だからストーカーだとか、
ね、ネットストーカーっていうのもあるんですよ。実際に、ね、ストーカーという行為じゃなくても、ネット上でストーカー行為をするという。だからそういう行為をしている人間っていうのは、何かしら精神疾患を持ったりとかですね、そういった頭の悪い、回転のおかしい人間ですね、頭のネジがぶっ飛んでるやつが、まあそういうことをやり続けるという、本当に何年やってんだかねっていう、感じなんですけども、まあちょっと話がね、またそいつのことに及んじゃいましたけども、別に俺は怒ってるわけじゃないんですよ。呆れてる 呆れてるだけですね。で、またそういうね、そういう方をまともに相手にしてもしょうがないので、直接絡もうとしないのはそういうことです。で、別に、なんていうのかな、なんかそういう人間の書き込みを、なんか無視するのはなんでかとか、書き込みをね、なんかこう消しちゃってるのはなぜかというのは当たり前じゃないですか。だって気持ち悪くてバカなやつの相手をね、してもしょうがないので、で、そんな、やつの汚れた文字をそこに残しておく必要性もないという形ですね。で、まあね、この人間ちょっとね、面白かった。ド M マンってやつが、俺の、だから要は、ツイッターの方のですね、アカウントがあるんですけども、それの、これを検索すれば、俺のところに届いて、そして DM というのがあって、掲示板とかね、そういうところで見えないメールが送れるわけですよ。で、DM を送って、そしたら、ね、LINE ID を教えてもらえれば、オンラインに対談しましょうっていうね、しようよって話をしたんですけども、それでもね、逃げちゃって。で、他の視聴者さんがそれを書いたんですけど、俺のね、アカウントの、ツイッターの名前の方、ハンドルネームっていうのかな、あれを書いたんですけど、それを消してですね、なかったことにしたというね。だからそれで、そこからね、ツイッターの DM から俺のところへアドレスっていうか、アドレス、まあ、メールだったらアドレス、LINE だったら LINEID をね、入れてくれれば、俺が直接 LINE でね、返すわけですから、お互いに LINE 知れるわけなので、でもなんか知られちゃうのが怖いのかわからないんですけども、やってこなかったんですよ。全然 DM が来ないんですよね。自分で対談しようっつって、なんか書き込めやとかっていう話だったんですけど、で、バカだから、YouTube のコメント欄にアドレスをかけて、連絡先をかけって言ったんですよ。そしたら対談してやるっていうわけのわかんないことを言われて、そんなの、自分の携帯だとか、携帯番号だとか、メールとかね、LINEID だとかを、このね、YouTube のコメント欄に書くバカがどこにいるのっていう、そんな今時ね、わけのわかんない、自らね、自らわけのわかんない、ネットリテラシーっていうか、そういうのがね、ない、状況を作るのが、誰がやるのと。だから、相手が絶対できないことを、やらせようとしたわけですよ。だから、やれないわけじゃないですか、それ。で、それができなかったら逃げたとかっていう話で、ガキじゃないんだから、逃げるとかね、逃げないとかね、子供じゃないんだから。で、逃げる必要性がないので、俺はね。全くないので。だから、じゃあやりましょうかと。じゃあ、そのツイッターのところに書いてもらえれば、ね、連絡ね、DM でやり取りしたらやれるよっていうことを、その連絡をしてくれる人に伝えたわけですよ。で、それを言ったんですけども、まあ、見事に、スルーということをしたらしくて、まあ、逃げちゃったわけですよね。それこそ。自分が逃げるなと言っといて逃げちゃったというね、一番情けない、パターンになりまして、もうこの争いって本当つまらないことで、別に見たい方もいるんですけど、もう見たくない方の方が多いわけですよ。で、しかも、無名の二人が、揉めてるというね、どうしようもない、状況であったりするんですけども、で、また関係ない部外者が、勝手に怒りを覚えて、なんか、一生懸命やってたんでしょ？なんか知らないけど、バカだからね、みんな、本 当バカだから、バカが、バカなやつを理解しようとしても、理解できないんですよ。バカを理解するって難しいんですよ。だって突拍子もないことをやったり考えたりしてるんで、だからバカなやつを、どうやって理解するのっていう、そしてなんで相手にしなきゃいけないのっていう、話があるわけですよ。だからバカなやつに、まともなことを言っても、バカだから理解できないし、で、バカなやつにまともなね、書き込みをしたところで、まともな回答が返ってくるわけでもないので、だから相手にしてないんです。逃げてるとかそういうんじゃなくて、バカと気持ち悪いやつは相手にしないよって。だから、プライベートでも俺はね、ネットだけではなくて、プライベートでも、バカと気持ち悪いやつは絶対に俺相手しないんですよ。
で、あと図に載ってると、今俺弁護士ですね。弁護士さんと誹謗中傷の件で、契約をしてるんですよ。弁護士契約してるんで、その流れで、お前も、お前らも、やるよっていう、めくるよっていうことですよ。あまり、だから、言い過ぎない方がね、いいと思います。嘘の情報を、あたかもやってるかのように言うことは、これ、実際に侮辱罪とか、それ成立するので、で、もう思いっきり、民事訴訟で対象になるんですよ。名誉毀損とかね。あとは、なんかね、プライバシー権の侵害ってです。一番プライバシー権の侵害です。嘘のことをやってるように伝えるっていうことは、もうそれ自身が、訴訟対象になりますんで、だから今度、見せしめにちょっと一名ですね、今ですね、やってるんですよ。で、多分その人間にですね、ソフトバンクの携帯をまず使ってるやつ、と、au の携帯使ってるやつ、この2名が今絞ったんですよ。ちょっと人数が多いので、絞って、で、まず、ちょっとね、ソフトバンクのやつを、やりますんで、民事訴訟しますんで。で、携帯会社の方が、その人の個人情報を、ね、まあ、裁判所の承諾と、弁護士さんの方で文書書いて、今出してるんですね。そのキャリアのところですね。で、それに応じなければ、まあ、すんなり応じる会社もあるんですけど、応じないケースもあるわけですよ。で、そうなってくると、もう携帯会社ごと訴訟を起こすという形になりますので、多分ね、それはね、出てくると思います。で、だから、まずそこをめくります。そしたら、まあ、実際にどれぐらいになるのかね、いろいろとやってみて、で、次はね、au のキャリアのやつをやります。めくります。で、そして、また別の某 SNS の掲示板の方の人間を1名ずつまためくっていきます。もう、水面下でいろいろと、動いてるのがありますんで、だから、嘘を事実かのように伝えることは虚偽になるので、本当にやんない方がいいと思いますよっていう。だから、もう分かってないよねっていうね。もう本当ね、なんだろう、バカっていうのは本当に、なんていうのかな、本当バカなんだなっていう ふうにね、思いますね。頭の計算の良し悪しとかじゃなくって、基本的に人間として、もうバカなやつっていうのは、もう本当に救えないんだなっていうふうにね、思いました。で、それで、ね、なんか自分は安全なところにいると思ってるんでしょうけど、この世の中に、なんていうのかな、その自分の思い通りにばっかりになることはないですよ、というね、ところがあるんです。まあいいっすよ、そんなの、まあ能書きで、まあいろいろ、ね、ネットとか調べてなんだとか言ってんでしょうけど、そんな情報よりも実際に、やってみてどうなるかっていうのを、俺は実験をすると言いますか、そういうふうにね、動いてるんで、結構時間かかるんですよ、これ。だからなんか、その件から、随分ね、時間が経ってんじゃねえかって思う人もいるんですけど、そんなに簡単に進むもんじゃないです。時間がかかるので、それとはそれなりの、もうね、費用はお支払いしてるので、いろいろあるわけですよ。だから、なんていうのかな、もう本当にね、バカを相手にするのはね、疲れるんですよ。で、まあ、俺もバカな配信をね、たまにやりますけれども、まあ、それはね、面白おかしくしてるだけであって、だから、なんていうのかな、もう、まあ、いいんじゃないですかっていうね、いろいろとね。まあ、楽しみにしててくださいよ。なんかね、鼻くそほじりながらね、そうやって安全だなんて思ってたら、大間違いだからなっていう、もう一個一個ちょっと今、潰していこうかなというふうにね、思ってますんで。だからまあね、いい歳して、何やってんだろうねっていう、本当に、情けないよね。それでだってお前の後輩っていうかさ、もっと下の世代の奴らに、何をその背中を見せてんのっていう、かっこいいと思ってんのっていうね、ほんとバカだなっていうふうにね、思ってますよ。これは本当に動画にするつもりはなかったんですけども、あまりにもバカすぎて、で、そして仏様のね、ね、そのお坊様のお話がね、出た時に、あ、そうだなと。人間ってね、三大煩悩っていうのがあって、ね、
欲望と怒りと妬みっていう、ね、嫉妬、これがこの3つが揃うっていうのが人間の悪い部分、悪しき部分っていうのが、この3つに集約されてるんではないのかなというふうにね、本当に思いましたね。いいお言葉だなと。たまにね、そういうね、真面目なね、真面目な、なんていうのかな、まあ、教養といいますか、豆知識といいますか、ね、そういう話を聞くのも面白いなというふうに。そして、まあ、自分の身近なところで当てはめると、そのバカどもがまさに、その3つに当てはまるので、まあ、本当に愉快だなと。まさに、バッチリ当てはまってんな、というね、感じでございました。まあ、だから、利口な方は、もう本当にね、さらっと、そして、余計なことは相手にしないとかね。まあ、金持ち喧嘩せずとかっていう言葉があるじゃないですか。だから、つまんない争いを、する人間ほどバカなんだな、というふうにね、思いましたね。まあ、どっかでね、ちょっと正さなければならないので、まあ、そうやって、制裁処置を、取って、まあ、社会的にですね、あなたが間違ってますよということを、まあ、司法の場を借りて、そして正していくという形もいいんじゃないかなというふうにね、自分自身もちょっと勉強になりますんでね、この件で、いろいろと今動いていただいてますんで、本当に、なんていうかな、まあ、文章とかすごいんですよ。相手に出すものとかですね、本当によく考えられて、よく作られているものだなと。やっぱりですね、その弁護士さんとかですね、頭のいい方っていうのは、素晴らしいなというふうにね、思いましたね。俺もほら、そんなに利口な方じゃないんですけども、やっぱりね、そうやって、なんかね、社会で、正しき姿というものを見てですね、そしてバカなやつを、バカなやつは本当にバカなんだなというふうにね、思いました。まあ、そんなこんなでですね、バカバカ言いましたけども、まあ、バカなやつにバカって言ったって別に罪にはならないんで、これはね、本当にこれはね、罪にならないんですよ。にならないので、面白いなというふうに。まあ、名指ししてませんからね、特にね。ちゃんとした名指しはしてませんけれども。まあ、そういうやつがいるよというお話で、そしてバカなやつは、その三大煩悩に溺れて、自分を見失って、そして、なんか問題を起こして訴えられると、ね。そして社会的制裁を受けるという形をですね、取って、痛い目見ればいいんじゃないですか、一回。わかると思いますよ。ね。人間そういうふうにやんないとわかんない人もいっぱいいるんで、まあ、ちょうどいい機会かなというふうにね、思っております。まあ、そんなこんなでですね、お坊様の、いいね、言葉を、聞きまして、そして、人の振り見て、我が振り直せということで、自分もちょっとね、気をつけていきたいとね、思っております。それでは、皆さんごきげんよう。